はい、日は幅ね休みだったんでちょっとスタバに来ました。で今日はちょっとエスプレッソのねドッピをダブルってやつですね、ドッピを入れました。じゃいただきます。コーヒータイム。今日もねまたマキネッタを使ってコーヒーを入れていこうと思います。で、まあ、前回はねあの玉地コーヒーさんのコーヒー豆を使って、まあ、超新鮮なね焙煎したての豆を使ってコーヒーを入れたわけなんですけど、まあ、今回はあの田島屋さんのねコーヒー豆、まあ、いつも使っている田島屋さんのコーヒー豆を使って入れていこうと思います。まあ、田島屋さんのやつはね、まあ、家に常にあるの でそうするとねあのそれで入れられるうまく入れられるんだったらちょっとそしたらね、まあ、気兼ねなく、いつでも、美味しいね、クレマを立てたマキネッタでね、なんか閉めちゃったな。新しいやつ。入れられるかなっていうところですね。なので、ちょっと実験していこうと思います。まあ、前回ね、大晦日にやったやつなんですけど、かなりね、いい感じで、まあかなりっていうかね、今までとはもう全然違う形でね、入れていけたので、ちょっとお湯も沸かそう。はい、これでフィルターセット。今までとは全然違う形で、いい具合にね、できたので、まあそれとね、同じような形でできたらいいなと。で、今回は、その、まあ豆を変えるのと、あと、抽出する時の温度っていうかその火力をねもうちょっと高めにしてみようかなと。まあこの間はね IH の目盛りで言ったら2つから3つのところでやったんですけど、まあ今回はまあ中火ぐらい5から4ぐらいのそのぐらいのね温度っていうか火力で抽出してみようかなと思ってます。ちょっとぎゅうぎゅうに押し詰めていきます。まあ、今回はね 2.5 杯ぐらい分をねちょっと引いてます。コーヒーのスプーンでね。はい、じゃあこんな感じでね抽出していこうと思います。はい、じゃあお湯が沸いたんでね止めてこう豆をねセットして、ちょっと熱いんだよねセットするのに。はい、でじゃあこれで抽出していこうと思います。
こんな感じですかね。なかなかね、だいぶうまくはなってきたけど、まだもうちょいって感じですね。でも最初の頃よりだいぶ進化したような気がします。はい、じゃあいただきます。うん、いい香り。うん、苦い。美味しい。でも今日分かったのが、その玉路コーヒーさんレベルのね、あの新鮮な豆じゃなくても十分ね、エイジングされたその立花屋さんのね豆でもクレマっぽいのが出ることが分かったので、ちょっとまたね、これからこれを使ってね、あの車を建てるためにちょっといろいろ挑戦していこうと思います。奥が深いな。うん、美味しい。